さて、500プロのバー付き初フライト。逆でもないのか。はい、大丈夫大丈夫。ちょっと大きかったな。浮いた、浮いた。来ました。よう回ってるんですね。来ましたね。もう行けてるんすか。行けてます、行けてます。うん、トラッキングもぴったり。持ってる？うん、持ってる、持ってる。待ってます。あ、タイマー入れないのか。あ、ごめん。もっと左や。え？あれ？え？どうしました？ああ、そうか。スロットルカーブをアラインの取説に合わせてもらったからあんまり変われへんのよね。あ、そうそうそう。今位置入れました？うん、入れた。今違いますよ。今ノーマル位置。分かれへん。分かれへん。分かれへん、分かれへん。これが2か。受けてるな、2も OK。圧倒的に分かるな。はい、グリップいきます。え？無理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 。いきなりいきます。無理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 。ちょっと大体の時間教えてくれる？今2分10秒ぐらい。あ、そうかそうか、うん、ちょっと後ろ下がるな。ちょっと重心が後ろより、うん。ちょっと前やっといて、前やっといて。今日無風やからな、合わせたいやん。そうだ。いや、いい感じや。こっちや。うん、パンチングも出てないし。いっぺん部屋でやってん。部屋で回してん。怖かった。怖いわ、あんなもん。これ部屋で回ってん。いや、見たい人がおったから。やってみたいな。カジの切れ具合はどうですか？うん。部屋でやった時にはごっつ機敏やから。これどうなのかなと思ったけど、そうでもないな。完全に仕入れたな。機体が真っ黒になってます。あ、鳴りしてます。ゆっくりやな、結構。大体いつもレクさん組み立ててすぐでも綺麗に飛ぶもんな。テストベンチ。テストベンチ。組み立て方がきっちりできてんの。わからんね。ブームサポートがネジが。4分40秒。はい、 OK。 もうそろそろ終わったでしょうか。うん、もう俺さんが終わった。はい、
はい、はい、初フライト成功、ね、成功。さあ音質が違うんだな、音がな、うん、音が違うんだよね、音が静かで。